バタフライフィッシュはアロワナモクパントドンカパントドン属に属する魚。本種のみでパントドンカパントドン属を形成する。別名パントドン。アフリカ大陸西部のわずかに酸性の水域、水温23摂氏30度、水流が弱く、水面を落葉が覆っている場所で見られる。チャドコ、コンゴボンチ、ニジェールカメルーン、オゴエ川、ザンベジ川上流でよく見られる。 ニジェールデルタオグン川下流、クロス川下流にも生息する。全長15センチメートル。胸びれ、腹気尾ひれが発達しており、特に胸びれが上から見ると、蝶の羽のように見えるため子を名付けられた。オスは尻びれ前半部のひれ状が長く伸長する。流れの緩やかな河川や湖、地層等の表層に生息する。植生は動物食で昆虫類。 節足動物、甲殻類、魚類等を食べる。表は大きく発達した血管網があるため空気呼吸ができる。上向きの目と口は水面で小型の獲物を捕食することに適応したものである。また、外敵を避けるために水中で十分に加速した後で水面から飛び出し滑空することができる。さらに胸びれを動かす筋肉が発達しているため、 羽ばたくこともできる。繁殖形態は、卵性で、浮遊する、大きな卵塊を生む、体内受精を行うと考えられている。卵は、約7日で孵化する。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。主に野生個体が流通する。死有が見分けやすく飼育下での繁殖例がないわけでは、ないが、繁殖法はいまだ確立していない。 胸びれを使い水面から飛び出す危険があるため、水槽には蓋を設ける必要がある。ありがとうございます。